本日は西28丁目駅一番出口徒歩5分の月猫カフェにお邪魔していきます。そちらでは多頭飼育崩壊や野良猫の猫ちゃんを保護したカフェとなっております。それでは行ってみましょう。目指すは殺処分ゼロ。不幸な猫を一匹でも減らしたい。昨今の猫ブームの裏で年間約8万9000匹の猫が行政に引き取られ殺処分されています。月猫カフェは猫と人をつなぐことを目的として、飼い主のいない猫たちに新しい家族を見つけるお手伝いを中心に、野良猫の問題や多頭飼育崩壊の救出などを行っています。飼い主と猫が共に幸せに過ごすために、たくさんの人々に猫の正しい飼育方法を伝え広げています。これまで数えきれないほどの猫たちがこの施設で保護され、卒業し幸せな生活を取り戻しています。温かさにあふれた月猫カフェの知られざるストーリーを見てみましょう。子猫だと価値が高い血統種の猫たち、少しでも大きくなればお払い箱。今声を大にして言いたい。猫は物なんかじゃない。猫は人間が愛し守ってあげるべき愛護動物なのだと。月猫北海道の吉井代表が美容師時代にお客様からの猫の相談をきっかけに個人で保護活動を開始、その後2010年9月に札幌市で初の試みとして保護活動とカフェを行う月猫カフェをオープンしました。猫好きさんが集まれるコミュニティの役割を担いながらも、北海道で唯一の相談窓口を持ち、今では年間400匹の保護相談を受けています。月猫カフェオープンスタッフとして働き始め10年目を迎えた滝沢玲奈さんにお話を伺いしました。当時見ていたSNS の投稿で、猫カフェスタッフ募集、猫好き募集っていうのを見たのがきっかけで、この月猫カフェで働くことになりました。で、当時代表がコメントを書いていたものを見つけて、私がすぐにメッセージを送ってお話をしている中で雇ってもらうことになったんですよね。で、当時は本当に保護、猫を保護するっていうこと全く分からなくて、行くたびに猫がどんどん3匹も4匹も増えてて、なんでだろうっていうのが本当に私が保護、猫に関わる最初のきっかけだったと思います。猫が、太陽よりも月のイメージがすごく強くて、そこからいつか猫は月に帰るっていうことを思い描いて月猫カフェっていう名前になってます。多頭飼育崩壊の多い小樽で猫風邪や病気で次々と猫たちが命を落としていく中、救出された佐川ひなちゃん。救出された時は鼻も目もひどく辛い状況でした。しかし小樽市保健所サポートチームと一丸となって治療した結果、
現在左目はありませんが、ハンディを感じさせないくらいおてんば。今は砂川出身の三つお姉ちゃんと仲良く暮らしています。ご自身も里親として猫を飼っているボランティアスタッフの後藤澄夫さんにインタビューをお伺いしました。ボランティアになったきっかけを教えてください。こちらの猫さんの里親になったことがきっかけでご縁がつながりました。お客さんとしてカフェにお邪魔したりイベントに参加させていただくことが多くなり、通常の業務に加えて日々増え続ける相談に真摯に向き合うスタッフさんの姿を目にすることが多くなりました。そんな中でも猫さんたちのケアや日々の衛生管理に手を抜くわけにはいかないと奮闘されている姿を見て、本当にこれは大変だなと思うようになりました。実は私自身が3人の子育てを終えまして、何か社会との新しい関わりを模索していた時期でもありまして、大好きな猫さんのことでそれが叶うならこれ以上の喜びはないかなと思いまして、特会のお手伝いをさせていただくことになりました。どんな厳しい場面でもひるまないで笑顔を絶やさないスタッフさんや、そのスタッフさん方の根気強いケアに応えて、もう一回命を輝かせ始める猫さんたち、そういう姿を仕事の傍ら目にすることがあります。月猫北海道にはそういう猫と人がつながってお互いに支え合う、すごく優しい関係っていうのが自然にできていると感じます。代表にはボランティアさんは自由に楽しく働いてくださいというふうにいつも言われています。ボランティアにはきっとボランティアしかできない役割があるんだろうなと、それを認めてくださってるんだろうなと感じることがあります。それはとっても嬉しいことです。北海道の冬の寒さはとても厳しい。猫たちにとってこの冬を越えることは困難を極めます。車のボンネットの中や室外機の下など、少しでも暖かい場所を求め時には身を寄せ合っていることもあります。冬場は餌が少なく、きれいで安全な水を飲むことも容易ではありません。中にはうまく冬を越えることができず、辛い思いをしながら命を落とすこともあります。正五郎くんは、月猫北海道で初めて札幌市動物管理センターから引き出しをしてきた猫になります。当時、代表が実際にその収容されているところに引き出しをしに行ったところ、収容されているケージの中にはいなくて、ですね、どこにいるんだろうって探したところ、職員さんたちが休憩する畳の部屋の座布団の上に座っていたっていう猫で、多分後にも先にもそんな猫はいないんだろうなっていう感じです。で、月猫北海道に来てからは、もう堂々としている猫で、もうどこに行っても物おじもせず、あともう誰でもウェルカムなで、もう本当看板猫らしい看板猫でずっと過ごしていました。もう着ぐるみも平気ですし、例えば取材が来た時にももう我先にと前に率先して出るような猫で、もう多分中におじさんがいたんじゃないかなってみんな言い続けていました。2019年1月20日、月猫カフェの看板猫田中正五郎が永眠しました。最後までお店の中をパトロールして、苦しむことなくそっと静かにお空に帰っていきました。猫なの？小さいおじさん入ってるんじゃない？
麻生五郎の周りにはいつも笑いがあふれていました。祭壇はお花とプレゼントだらけ。祭壇を見つめたくさんの涙を流す人たち。こんなに愛された猫はいないんじゃないだろうか。麻生五郎の顔は穏やかで眠っているみたいです。虹の端にはたくさんの月猫仲間がいるね。月の端店でも看板猫になるのかな。マーキングして歩くのかな。スタッフの心に、ボランティアさんの心に、みんなの心に、いつまでも麻生五郎の思い出は消えません。麻生五郎はみんなの心の中に永遠に生きています。今一番伝えたいことを教えてください。今一番伝えたいことは適正飼育してもらうことです。中でも若い方や、子どもたちに伝え続けています。毎年、夏休みの頃に、親子で参加型の子どもたちに向けたボランティアイベントを行っていて、実際に猫たちのお掃除のお世話や、ご飯をあげてもらったりしているんですけど、そこで猫と暮らすのは可愛いだけじゃないっていうのをしてもらっています。でも猫と暮らすのはとっても楽しいので、たくさんの方に猫を飼ってもらいたいなと思っています。月猫カフェを運営するにあたって困っていることや、社会に猫ちゃんたちに対しての望んでいることなどございますか？そうですね、たくさんありすぎてどこから言えばいいかわからないんですけど、困っていることであれば、うちは全部保護した猫たちが過ごしているので、一番大変なのが、この子たちが通う美容院の医療費の負担がすごい困ってます。とても大変で、年間でだいたい1000万円ぐらいかかってます。で、やっぱり保護された猫たちは、飼い主がいない猫も多いんですが、ここ最近ですと、もともと飼われていて飼えなくなったお家だったり、多頭飼育崩壊って言って家でどんどん爆発的に増えてしまって、もうそれも猫たちをレスキューすることが多くなっているので、そうですね、飼う方に望むのはやはり適正に飼っていただきたいなって思っています。一匹でも多くの猫を救い、新しい家族へ命のバトンをつなげる。それをやり続けるためには支援が必要となります。皆様の支援によって集められた資金は猫の治療費や食事に充てられます。こうしてたくさんの猫たちの命を救い、幸せな未来を作り育てていくことができます。最後までご覧いただきありがとうございました。飯田さん、猫可愛かったですね。可愛かったですね。撮影前にも一回行かせて、プライベートでも行かせていただいたんですけども、チューあげたらいっぱい猫乗ってきてすごい幸せでした。トニーさんも里親になるんですもんね。なりたいですね。はい、いいですね。道内にはまだまだたくさんの野良猫がいます。募金だけでなく、猫砂やキャットフードなどの支援物資なども求めております。月猫カフェの支援の詳細については概要欄に記載しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは飯田さん、最後にご案内よろしくお願いいたします。はい、私たち株式会社アクセスジャパンでは、札幌の中小企業やお店を盛り上げたい、その思いから無料動画作成やウェブによる集客などを行っております。今ならなんと無料で動画作成も行っております。気になる方はぜひこちらにご連絡ください。またモチベーションにつながりますので、チャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。それではしたっけねー。